エマは、ジェイン・オースティンの長編小説。1814年1月21日に寄稿し、翌年3月29日に完成、12月に刊行された。恋愛の橋渡しを気取るエマが、紳士的男性ナイトリーによって、自らを見つめ直し、成長し結婚するまでを描いた、恋愛小説。高慢と偏見と並ぶオースティンの傑作とされており、 当時の摂政大使であったジョージ四世に検定された。ボックスヒルは実在する著名な継承地である。エマ・ウッドハウスは美しく基地に富む女性である。母が亡くなり姉が結婚して家を出て行った後、父と二人で暮らしている。ウッドハウス家の家庭教師を16年務めたアナ・テイラーはウェストンに嫁いだ。ウェストン氏にテイラーを紹介したのは エマで、自らが恋の仲介役であることを知る。すると、エマは、年下の友人であるハリエット・スミスを、牧師のエルトンと結びつけようとするが、エルトンが結婚しようとしているのが自分だと知り、この計画は失敗する。ウェストンの前妻との子であるフランク・チャーチル、ウッドハウス家の隣人、ベイツの名である、ジェーン・フェアファクスが登場する。チャーチルには、 好感を持ったエマだったが、ジェーンとは馬が合わない。エマは今度はチャーチルとハリエットをくっつけようとするが、エマがミスベーツを侮辱してしまったためにナイトリーにたしなめられ、自らの欠点を認識する。ハリエットは当初、エマの意見で結婚を拒絶したロバート・マーティンと結ばれ、エマはナイトリーと結婚する。登場人物の家系図主人公、 エマウッドハウスを作者オースティン自身は私の他には誰も好きになれそうにない女主人公としている。ありがとうございます。